ラミネートの歯切れも捨てません。このね、耳の部分も使っちゃいます。こんにちは、うさんこです。今日はこちらのラミネートの歯切れを使います。ちょっとね、埋もれていて、あのシワとかもあるんですけど、まあ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 、これね、あの片側が耳、この幅しかないんですが使います。大きいものでは13cm×17cm あります。こちらは 12cm×16cm ぐらいですね。ということで、ファスナーね、 10cm のポーチならなんとか作れるかなと思っています。これぐらいのポーチです。歯切れで作るときは、まあ、歯切れに合わせて気ままに作ります。10センチのファスナーの全長が、まあ、ぴったしね、13センチぐらいなので、ポーチにしようと思いました。大きめのね、ラミネットの歯切れが2枚なので、2つポーチ作ってもいいんですが、こんな風にね、ちょっと裏表にポケットがついてるポーチにしようと思います。このね、耳の部分は、折って、ちょっとね、タブ、にして使おうかなと思います。この輪っかにね、 D カン通して使います。残りのところはね、また別のものに使います。今回はキッピスのリンゴ柄ラミネート生地を使っています。この柄ね、柄に向きがあるので、まずポーチ本体柄の向き合わせたいので、2つに切ってから作ります。タブの分もカット。材料準備できました。まずはポケットとタブから作っていきます。ポケットは1センチぐらい折って縫い押さえます。こちらも同様です。タブは両サイドから折ってサイドを縫い押さえておいてください。パーツの準備ができたら、ポーチの本体の布に仮縫いしていきます。ちょっとね、重ねるとポーチ本体の布大きいですよね。その前にタブにね、D カン通すのを忘れないように通しておきます。この辺にね、つけようと思います。ちょっとサイドの余分なところはカットします。切り落としたこちらの部分も捨てないでくださいね。ちょっとね、細めにカットします。くるんと交差させて真ん中シールで留めて、まあ、ラッピングに貼ってあげたりすると可愛くなります。横道に話しそれましたが、タブとポケットをポーチ本体に仮縫いしました。縫い代 5mm です。ちょっとね、このポケット表側っていうのかな、裏側っていうのかな、まあどっちでもいいんですけど、片方だけこれ使ってね、ボタンつけてみようと思います。プラスナップボタンつけるんですが、このね、ハンドプレス、ミニハンドプレスあるとあっという間に簡単につけられちゃうんですよね。今回ね、こちらあまり厚くないんですが、このミニハンドプレス、割とキルト芯とか厚手のものでもガシャッとつけられちゃいます。ボタンね、縫い付けるのちょっと大変な時、ついついプラスナップボタンつけちゃうんですよね。こうね、画鋲みたいのを刺して、でこっちにバチって重なるとこを入れて、でギュッと押すとボタンになります。まあ、とにかくね、簡単にパチパチっていうボタンがつくということでした。ポーチ本体用意できました。ファスナーを縫い付けていきます。ファスナーの金具は下向きです。ファスナーと布の中心を合わせます。布端から5ミリのところ、ファスナー端から5ミリのところを縫っていきますが、ファスナーの両サイドは三角に折ったまま縫っていきます。折ったところね、最後の方は目打ちで押さえて縫うと縫いやすいです。三角に折ったまま縫うとね、角が綺麗になります。ちょっとね、縫い損じがあるんですけど、まあこれぐらいなら大丈夫です。ファスナーの反対側にも布を縫い付けていきます。ファスナーと布を中表に合わせて、ファスナーの両端は折り上げます。布
布端から5ミリ、ファスナー端から5ミリのところを縫って、こんな感じにファスナーつけられました。ちょっとね、ファスナーの両サイドがビロビロしてるので、表側からファスナーの際を縫い押さえていきます。縫い押さえられました。ただね、ファスナーを少し開けておきます。ファスナー口が返し口になります。ポーチを縫い合わせていきます。縫い代の幅はファスナーの際の幅です。角は縫い目を切らないように切り落として表に返します。できました。完成です。わーい。端切れからポケット付きの可愛いポーチできちゃいました。裏はね、ボタン付きです。リーカンつけたのでバッグにぶら下げてもいいですよね。うん、かわいい。ついでにね、こちらもできちゃいました。これ何かわかります？そうです、耳の残りの部分を縫ってボタンをつけたんです。ちょっとね、なんかあのコードクリップみたい、充電器のコードをまとめたりするのに使えるかなと思います。切って2つできちゃいました。今回ね、このハンディープレス、このボタンがねあったからね、割といろいろ作れちゃいましたね。プラスナップがね使えるようになると、気軽に小さいものにボタンつけられるようになる感じがします。小さな端切れでミニポーチ、皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。また別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバイ。